ビルジュイフは、フランス、イルド・フランス地域圏、バルドマルヌ県の都市、県北西部に位置する。フランス国道0地点であるノートルダムとパリより、約8マイル離れている。面積は534ヘクタールで、東西、約2キロメートル、南北3キロメートルである。ウルポは地方北部の大地にあり、セーヌ・川谷とビエーブル・川谷に挟まれた、ロンボワイオ大地の一部となっている。 コミューンの大半が王ビルジュイフと呼ばれる大地の上にあり、その他はバ・ビルジュイフと呼ばれる東西に連なる丘の上にあたる。古代から中世までのビルジュイフの歴史はよくわかっていない。ビルジュイフという地名はジュビアス、またはジュビアスという人物が所有したローマ時代のビルダの存在を示唆しているとされる。ビルジュイフの名が初めて正式に記されたのは ローマ教皇カリストス2世紀の教書においてで、ビラジュデアとあった。ビルジュイフのキリスト教教区は、陶器大帳の記録から9世紀以降のカロリング城末期に置かれた。土地のほとんどを修道院が所有し、東部の丘の上には、ドウ畑が、大地の上には穀物畑が広がっていた。13世紀から人口が増え、現在の場所にサンシルサントジュリエット教会が建てられた。 パリのブルジョワたちが、ビルジュイフの土地のいくらかを買い、土地を農民に貸し出していた。報復貴族らもビルジュイフの土地を授けられていた。百年戦争で教会に火を放たれるなどの被害を受けたが、16世紀から成長の新たな段階に入った。教会が再建され、王道沿いに建物が建ち、学校ができ、職人が移り住んできた。17世紀から18世紀にも、 人口増加は続き、王道沿いに商人たちが移住してきた。村の住民は土地を借りている貧しい小作農で占められていた。村の北西部で石膏の採掘が始まると、中心的な経済活動として20世紀まで続いた。19世紀後半より土地の分譲が始まり、二つの世界大戦の間に住宅地へと変わった。万竜ルージュに属するビルジュイフは、 1925年以降、共産主義市長と左派の優勢な市議会を持つ。カルロス・エスコダ、ヌーベル・クロニーク・デ・ビル・ジュイフ、エスカリエ・ディ、ビル・ジュイフ、2008、チャップ、IP11、サービス・デ・アーカイブズ・コンヤ・アナリーズ・デ・ビル・ジュイフ、ユヌイスト・アール・デ・ビル・ジュイフ・ AU トラベル・デセ、バタメンツ・パブリックス、2006、チャップ、1、P9、カルロス・エスコダ、 ヌーベルクロニークデビルジュイフ、エスカリエティ、ビルジュイフ、2008チャップアイ P13 サービスでアーカイブズコンヤナリーズでビルジュイフユヌイストアールでビルジュイフ英雄トラベルデセバタメンツパブリックス 2006P10 チャップ 1P10 カルロスエスコダヌーベルクロニークデビルジュイフエスカリエティ、ビルジュイフ2008チャップアイ P14 ありがとうございます。